はい、こんにちは。アンサーの時間です。3月6日、3月初めの土曜日ですね。アンサーが始まりました。私原が進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メイトアドレスは7797トマーク fm 技能ワンドットコム、また fm 技能ワンでは追加した youtube での映像と音声のネット配信をしています。 FM 技能ンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターの方も連動していますのでたくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい。ということで今週も始まりました。えっとそうですね。ネタというかなんというか。えっと保育士をされている方はいると思うんですけど。 えと東京の方で23区の方でえっ、ー、とやっと保育士の給料に関してニュースになりましたね。えっ、ー、と不当に低い保育士給与の実実際、えー、これなんか専門の会社の方がやった時に最低基準に満たされていないという。 いうふうにニュースに出ていますようやくですけど遅いね今の今まで保育士が辞めていくのに <laughs> まあ今まで国が知らんふうなしてたからこんななるんだってねこれはね国もちょっとと考えないといけんねでも保育士と幼稚園って一緒のようで給料全然違うからね 幼稚園準拠もうい,いんぐらいもらえるけどさ保育士は13万とか14万だからねうんだって職員とか副主任でも手取り20万ちょっとで普通の会社だったらね多分30万ぐらいもらわんかねその仕事量やってるけどよくて20万ちょっとじゃない 延長でようやく30万ぐらいかやってられないね <laughs> そう言ったら怒られそうさえっ、ー、とそれとですね一番気になったのがありましてえっとこの5歳児菓子のこの事件すごいねママ友2人をえ何、ー、ね屋さん利用してから 1,000万取ってるってねこの写真のあのニタジーの写真よキーブルーソンや、はああさフリモンターや嫌つに <laughs> いやなチラシやえかわいがないんや貧困そうとかは <laughs> なのにえ,えかわいいチラシや、はあそやひんそうもんや心まで貧困そうもんだよどこまどこでこのお金に

沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ ギノアンヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ之ンの楽しみ方がきっと見つかるギノ之ンヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ノ之ンヒルズ通りに遊びに来てねはいディッシュの猫でした、はいま、マイアゴアでしたよろしくお願いします えっと、歌の前のあれですね,この,ですねこの「洗脳」ですねこのなこのんだろうこの「洗脳」って誰か悪いかは分からんけどどこまでこう人ってあのヒンジャーではないけどヒンジャー側みたいになるのか不思議ではあるよね。 こう人が困ったかを見て面白がる本当に方言で言ったらヒンジャーーだよねヒンジャーーより悪いよね、うん、あでもそう今のヒンジャーーと昔のヒンジャーーは違うか今のヒンジャーーはもうこんなゆすりたかりだもんねちょっと前までは暴力とかするのがヒンジャーーとかだったけど もう今はこんなもんゆすりたかりでお金とか人生潰してなんかひんじゃうか,かもうこんななったら終わりだね、はあ、もうこれたちはもうずっと刑務所行くか日本では住めないんじゃない怖いさんということでえっ、ー、と次がですねえっ、ー、とルロー献身皆さん好きですかねなもういよいよ 公演あのー、上演されてるらしいです見に行きたいねすごいよね佐藤健何歳だと思う三十代越してるんだよ <laughs> あのー、ちなみにあのー、誰前作なんなん一番の最作品か十年前だよそうん考えてみたら偉いね。 で20代の頭であんな,あんなさ走ってから壁走り持ってきたっていうさそれを10年後にまたやれうんなんか無理っていうのもわかるね <laughs> <laughs> なんだっけアメリカの映画であったさあのいろんなアメリカいろんなのがスパイダーマンとか出てくるのかたさアベ,ジアベンチャーズ ああれもあれもだだったんだよねこの主人公のロボットの人が「もう俺も体を動かんから」って言ってからあのお嫁さんの人もあれも10年前ぐらいでしょ。でももう、うん、このお嫁さんの医薬ってあの時って30代後半ぐらいだったからもう40代の後半でもう私たちっていうかもう無理だからって言ってあれ急遽やってあれ死の方向になったらしいですよねあれ。 あれまでよ、ね、あのウルヴァリンも、うん、ウルヴァリンもちょっときついからって言ってうん代役そういうのはねもう代役ってできないね代、うん、役するぐらいなら一から作り直しだなあれな、うんはああねんな,なんでこのこのユンタこのこのテーマに沿わないっていうこのずれ具合が何を言ってんだろう えっと、えあと何分だっけ十三、えっと、あと13分です。13分か。どうしようかな。はい、えっと2曲目いきましょうかね。お願いします。はい。えー、こちらも DISH// の何でしたっけも忘れた。<laughs> まあいいや。当たり前です。当たり前っていうなんか人気の曲らしいです。はい。ということで次はですね。えー、っと。 歴史の本から、えっと、縄文人もフグを食べていたということですねまあパンとかを食べてたっていうのはまあ有名ではありますねその前に米が来たのがあの確か縄文時代の次ですよねでこの人たちが米を持ってきて稲作。くでもそれまでは小麦とかですのでまあパンっていうのはまあ普通ですね 定パンとこの服服でなくなったとか人とかいたのかなえっとうんと結構あるみたいですね <laughs> だけどすごいねの悪,悪抜きも知っていればでも結構なくなってる人もいるみたいですでもうまく調理してたみたいですね今みたいにはちゃんとは やってはないと思うんですけどねうん、なんかそこまでは書かれてないけどでもちゃんと調理してたって書かれてるねすごいね、うん、でも何人か死んでるんだろうしね <laughs> でこれはなんだろう奈良時代の大学生活は丸暗記だったそうです大丈夫今も一緒 <laughs> 今も丸暗記やさ <laughs> だって英語,英語あのペラペラの有名人が言ってたけどさ英語を覚えるコツなんですかって言ったらマルアンキって言ってたよ。<laughs> マルアンキ今とかはな。でだけど一つ違うのがねあの地公務員今という公務員あの要はあの農水省とかああいうところに入る人たちかなこれはあの貴族が優遇されていたそうです。あまあそれも一緒だね。 あそれも一緒はさうん金持ちは行くさ議員さんの息子とか一緒一緒昔も変わらんねああさおかしなもんだでもう一つがんのこれもよう話したか頭と小献人はさら金だらけっていうのも昔も今も一緒だねそうだねだって会社作る時って借金作るのを嫌がる人はなれないっていうからね うんでもその時はその時で大変だったんだですね今の世の中とは違うからねだからねお金があって借,あの借金あって偉くなるか借金なくて自由に暮らすかさあどっちこれは今も昔も変わらないということですね大変ですで「タイタニック号」に日本人が乗っていたというのはこれ何か前のテレビでやってたから皆さん分かるかな えっといたらしいですね夫婦かなうんと細野細野の細野さんっていう人らしいですねでもやっぱりいろいろ言われたらしいですねだけど行けて帰ってくるからいさねいちいちごうこち浴びる必要ないさね自分だって必死でどんなやっても逃げていくさ今も昔もごうこち浴びる人たくさんいるね 社会も一緒だね考えてみたらただ今の人たちは本当に幸せかねと思うさうんどうだろう皆さん幸せですかねやっぱお金に支配されてます僕はされてるんですけど <laughs> 僕はされてるんですけどやっぱりある程度欲しいさね って思ったのが一番最初にしゃべっあの話したあの東京二中三区でほら保育士の給料がちょっと安すぎるっていうのそれをね沖縄でもやってほしいさこれ X 社沖縄でも調べてちょうだい、うん、でさ幼稚園と一緒ぐらいやってそしたらみんなやるよ <laughs> ということでした。ということで今週の放送もあと1分半ぐらいでした。 になります早いいものでございます、えっと、だんだん夏に近づいてくるのかなと思うんですけどねでもこれが23回繰り返しているので、えーっとね、まだ、うん、と洋服の切り替えもできないと保育園でも幼稚園でもあのこの洋服この朝は寒いと思って中袖入れたら帰りは暑かったとかって親子さんも洋服の調整は大変かと思いますけど。 もうこれ何度も言うけどもう分からない時には、えー、ともう T シャツ半分アンダーシャツ半分で上に羽織るものを持たせれば多分いいと思いますだから半ズボンも半分中ズボンも半分だからどん,どんなものにも対応できるようにその中多分一番でも一つだけ言うのは肌着は必ず入れてください。 うん、それで多分いいと思います。ではもう今週の放送も終わります。私原が進行していきました。では皆さんまた来週お元気にお過ごしください。ではさようなら。